トロロッソ STR3 はスクーデリアトロロッソが2008年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。デザイナーはエイドリアンニューウェイ。パーツ開発の遅れから第6戦モナコグランプリでデビューした。基本的には昨シーズンの STR2 を正常進化させたマシンである。外観はシャークフィンを装着するなどレッドブレー r b 4に酷似しており、 エアロパーツも RB4 の数千遅れで導入されている。しかしエンジンは違うことから、ギアボックスやエンジンの補給類は STR3 専用のため、そこのエアロデザインは STR3 独自のものである。イギリス GP でセバスチャン・ボーデのドライブする STR3、信頼性が向上された STR3 の投入により、 str2 バイトでリタイアの続いた状況から一転した。特に第14戦イタリア GP では雨のコンディションでセバスチャン・ベッテルがポールポジションを獲得。決勝でも危なげない走りでポール2ウィンを果たしてベッテル自身とトロロッソの前身であるミナルディを含め初ポールポジション、初表彰台、初優勝を成し遂げた。また、 フェラーリ以外のイタリアンチームが優勝したのは1957年にマセラティ250回を買ったスターリングモス以来半世紀ぶりのこととなった。技術、開発、予算などが高騰して独立系チームが優勝することは不可能と言われている中での異業だった。最終戦ブラジル GP 終盤でもドライバーズチャンピオン争いの首位にいたマクラーレン MP4 から23を狩る。 ルイス・ハミルトン・オベッテルがオーバーテイクしたことによりタイトルの行方を最終ラップまでわからなくする活躍をした。親チームのレッドブル・レーシングより先に初勝利を挙げ、ここで獲得したポイントによりコンストラクターズランキングもレッドブル・レーシングの7位を上回り6位となった。太字はポールポジション、シャはファステストラップ、ドライバーズランキング。ありがとうございます。